サルララカネダは、フランス、ヌーベルイコールアキテーヌ地域圏、ドルドーニュ圏のコミューン。サルラは、カロリング朝時代発祥のベネディクト会派修道院の、周りで発展した中世都市である。領主としての修道院は13世紀に頂点に、達した。サルラは、ローマの教皇庁に直接支配されていた。1318年、教皇ヨハネス22世によって、修道院の教会は、 司教座制度をとされた。14世紀からフランス革命までサルラの町を支配したのは司教と行政官であった。司教座都市となったサルラは百年戦争の間重要な役割を担った。武器や弾薬、食料を保存する城塞都市は周辺にある数カ所の城で守られていた。そしてイングランド軍に包囲された周辺都市ベルベス、ドンム、 モンティニャックへの支援も行うことができた。しかし1360年のブレティニーの輪際後、それらはイングランド用となった。10年後、ベルトランデュゲクランがイングランド軍を圧倒すると、サルラはフランス王国に再び戻った。サルラは以前と同じ役割を果たしながら、ビバンの民兵隊長やトゥレンヌ施策の侵入に苦しめられた。1652年のフロンドの乱はそれまでの、 良好な時代を終わらせた。サルラは新たにコンデコー軍に占領された。サルラの記念物や建築物の建築的価値は、その躍動と主流経済を維持した能力を物語っている。フランス革命による死教区消滅は、サルラの優位性を取り下げるものだった。サルラは、小合理町所在地となって、ほぼ150年間眠りにつくこととなった。フランス各都市では、 それぞれ抱える珍しく絵のように美しい記念物が現代化で徐々に破壊されていた。サルラは1962年8月に施行されたマルロー法で奇跡的に救われた。この法律によって国内最初に警官保護地域の復興が行われたのはサルラだったのである。1965年、サルラ・トラ・カネダのコミューンが合併し、サルラ・ラ・カネダとなった。 毎年150万人が訪れるという観光の街である。その他農業が盛んである。ありがとうございます。